氷河。数千年前からゆっくりと流れ続けています。南極圏や北極圏をはじめ4000メートルを超える山岳地帯に広がる氷河、日本には存在しないと言われてきました。ところが今年4月、富山県の立山連峰に3つの氷河があると認定されたのです。これまでは動かない万年雪の塊だと思われてきた立山連峰の氷河、その奥深くには青く輝く氷の世界が広がっていました。さらに最新の研究では、この氷が想像を超える深さに達していることも分かってきました。南極とかヒマラヤとかにある氷河が日本にもあるっていうのは、それだけでも嬉しい。氷河からは1700年前の空気を閉じ込めた氷が出てきました。雪や氷に生息する謎の微生物も見つかっています。存在しないと言われてきた日本の氷河、その発見は何を意味するのか。国内で初めて見つかった氷河の神秘に迫ります。日本の屋根とも呼ばれる北アルプス、その中の立山連峰で日本初の氷河が発見されました。今回のナビゲーション、この風景の中でスタートいたします。氷河とはどういうものなのか、まずこちらの映像をご覧いただきます。ヨーロッパアルプスモンブランの氷河です。一見すると氷の大地に見えますけれども、川というだけあってゆっくりと動いています。コマ撮り写真で作った映像で、3ヶ月を10秒に縮めると分かります。ここの場合は1年間で100メートル動いていますが、氷河によって様々で、数千年、場合によっては数万年かけて山から海へと流れるものもあります。では何をもって氷河というか、つまり単なる万年雪と氷河の違いですが、大きく2つあります。1つは氷の巨大さです。小さい氷では動き出すほどのパワーが生まれないからです。もう1つが動いているかどうかです。1年中氷が溶けずに巨大化できるところにしか氷河は作られないということになります。ですから氷河はごくごく寒い限られた地域にしか存在しません。 99% 以上は南極やグリーンランドにあります。その他は地球の緯度にもよりますが、ヨーロッパアルプスやヒマラヤなどの標高の高い山岳地帯にあります。で、4000メートルを超える山がない日本には氷河はありえないというのがこれまでの定説でした。しかし今年4月、富山県の立山連峰に氷河があることが分かりました。なぜ標高3000メートルほどのところに氷河が存在できたんでしょうか。まずは氷河発見に至る紆余曲折の道のりからご覧いただきます。3000メートル級の山々が連なる富山県東部の立山連峰です。剱岳をはじめ急峻な山が折り重なる中、特に険しい峡谷で3つの氷河が見つかりました。氷の斜面を登るのは氷河を発見した研究者たちです。その中心となったのは地元博物館の2人の職員、飯田はじめさんは57歳。これまで30年間立山で氷河を探し続けてきました。大学卒業後、氷河研究のために富山へ移住。夏場はほぼ毎日立山に入り、直
調査に取り組んできました。4年前調査に加わったのが福井幸太郎さんです。氷河に関する世界有数の研究機関国立極地研究所で南極やヒマラヤなどの調査に携わってきました。もう一回ねポイント変えて2人は日本に氷河が存在するとすれば立山連峰しかないと考えてきました。最大の理由は立山連峰が世界屈指の豪雪地帯だということです。飯田さんが25年間かけて独自に調査した冬の降雪量です。雨に換算すると3000ミリ、氷河のあるヒマラヤと比べても10倍に上ります。立山での20メートル近い積雪が体感できる観光名所雪の大谷、これだけの積雪があれば巨大な氷ができるはずだと考えたのです。一冬でこんなにたくさん雪が積もるってことは、それが万年雪の元になるわけですから、本当に氷河があるかもしれないぞという、そういう感覚が持ちましたね。氷河の前提となる巨大な氷は存在するのでしょうか。これまで日本では氷河になるような巨大な氷はできないとされていました。温暖な気候、立山でも夏は15度を超える暖かさになります。1958年の論文です。日本で巨大な氷が成長するには4230メートルほどの標高が必要だとして氷河の存在を否定。それ以降学会の常識とされてきました。しかし飯田さんと福井さんは巨大な氷があることを示す証拠を見つけ出していました。雪にできた大きな裂け目、クレバスです。中の様子はどのようになっているのか。深さ7メートルの地点、鮮やかなブルーの氷です。氷は長い年月強く圧迫されると青く変化するのです。青い世界は底知れぬ深さまで続いています。氷の層はどれほどの厚さなのか。飯田さんたちはアイスレーダーと呼ばれる電波測定器で内部の構造を調べました。その結果、少なくとも厚さ50メートルに達することが判明。巨大な氷が発見され、一気に氷河である可能性が高まったのです。氷河である最大の条件、発見された巨大な氷は動いているのでしょうか。調査を進める過程でいくつかの証拠も見つかりました。その一つが垂直に落ちるムーランと呼ばれる穴です。小さなひび割れに水が流れ込んで形作られました。氷河はゆっくりと動き続けているため、数多くのひび割れが生じムーランができやすいのです。こうした特徴が明らかになるにつれて、2人は確信を強めていきます。動いていることを証明する最終段階として、氷にポールを差し込み、最新の GPS を使って測定を行いました。ところが
立った山に囲まれ雪崩が頻発。夏場は1時間に1回のペースで雪崩が起きる場所なのです。まっすぐ立てたポールもすぐに曲がってしまいます。さらにこの下に隠れてないかと思ってね。危ないですね。これは危ないな。あったはずのポールが根こそぎ流されてしまうことも多く、調査は失敗の連続でした。今までそのネパールとか、あとはそのロシアの氷河とか、南極の氷床で、流動観測はやってきたんですけど、あんまり失敗したことほとんどなかったんですよね。立山の場合はその例えばその観測のための埋めたポールがその逆にその残ってる方が難しいっていうか奇跡的な状況になってるので、設置するポールの数を増やすなど試行錯誤を続けた結果、去年ようやく観測に成功したのです。その時の映像です。1ヶ月にわたるクレバスの撮影、徐々に動いているのが分かります。ポールの位置を GPS で計測。雪解けで雪面が下がるのと同時にポールも30センチ動いていることが確認できたのです。飯田さんが立山連峰で氷河の研究を始めて30年、福井さんとともに粘り強い調査を行った結果、日本で初めて氷河の存在が認められました。南極とかヒマラヤとかにある氷河がちっちゃいけど日本にもあるっていうのは、それだけで嬉しいというか、嬉しいには嬉しいですね。同じもんがなんか世界のね、山岳とか極地とちょっと肩を並べられるようなね。ではスタジオのゲストをご紹介いたします。世界有数の氷河の研究機関であります国立極地研究所の名誉教授藤井義之さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。日本に氷河があると分かった、氷河かそうじゃないかっていうと、これ大きな違いがあるんです。どんな意味があるんでしょうか。はい、万年雪と氷河を比べますとですね、時間的にも空間的にも一回り違うんです。はい、万年雪数十年ぐらいの現象ですが、氷河ですと数百年数千年の現象になります。はい、で氷河の持つ意味というのは、氷河が溶けて、世界中の氷河が溶けると、海面を押し上げる、はい、地球規模で押し上げる、というようなですね、地球規模の現象として氷河を捉えることが大事なんですね。なるほど。ですから、いわば水たまりだと思ってたのが、はい、実は深い井戸だった、もう情報量が全然違う、研究者たちも注目するということになるわけですね。でなぜですね、3000メートル級の今までの定説を覆したこの立山連峰にできたのか、これ雪がたくさん降るからだということなんですけれども、そのメカニズムをですね、このちょっと模型を使って解説していただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。はい、冬に雪降りますよね。で日本の、この辺りの冬の、状況というのはシベリアの高気圧からの寒気の吹き出しがありますね。その時に日本海で大量の水蒸気を、雪として立山にぶつけます。なるほど。でこの立山、例えば室堂あたりですとせいぜい 5,6 メーターの雪しか積もらないんですが、強い風でこちら側に、これ雪ですね、こちら側に積もった雪が風下側の東側の斜面に大量に吹き溜まるんです。なるほど。ですから平均的には 5,6 メートルの雪なんですけれども、非常にその降るところが山のこっち側、雪が移動しちゃうんですね。ということなんですね。そうですね。それで東側のこの氷河が発見されたような場所ではですね、冬の間に30メーター、これは世界有数の積雪量、豪雪地帯と
ということが言えます。ですから東側の斜面、この発見されたのは3箇所の氷河なんですけど、はいはい、こちら側に偏って氷河ができているということの、まあ、はい、証明にもなるということなんですね、はいはい、それからその氷河の氷がどういうものなのかというのをちょっとお持ちいただいたんですけれども、はい、解説よろしいでしょうか。こちらの、まあ、立山のものというのはちょっと貴重でですね、そうですね、ここには、はい、お持ちいただけなかったんですが、はい、南極の氷河の氷ということで、はいはいはい、もう見た目真っ白ですね、はい、これは雪が固まってできた氷ですから、中にたくさんの空気を気泡として含んでいるわけです。これなんかこう炭酸のように大きいですね、気泡がね、結構体積で 10% ぐらいが気泡ですね、で大量の気泡です。これどのぐらい前の氷なんでしょう。数万年前、3万年とか5万年とか、そういうオーダーの非常に古い氷です。ちょっと触っても大丈夫？もちろん大丈夫です。これ触るとですね、やっぱり普通の氷なんですね。雪のような感じもしないですし、はいはい、ブツブツした感じも全然しない、はい、つるっとした氷なんですが、はい、こんなに炭酸のような気泡が入って、うん、はい、ちょっと不思議な感じがいたします ね。この中に入っているものっていうのはどんな意味があるんでしょうか。はいはい、この氷河の氷というのはですね、地球環境のタイムカプセルと我々呼んでおります、はい、例えばこの空気はその当時の空気なんです。何万年前かのとか、はい、今それからその氷自体は、はい、その当時降った雪、雪とともにですね、大気中に漂っているさまざまな物質、例えば火山活動があれば火山灰も雪と一緒に落ちてきますね、はい、立山あたりでしたら、花粉も一緒に雪とともに落ちてくる、海からの塩がも入ってる、あるいは遠く中国大陸からのですね、黄砂なんかも氷の中に閉じ込めている、まあ、タイムカプセルなんですね。一見するとそういうのが入っているようには見えないんですが、そういうのも、もう今の研究では精度的には分析技術が非常に高くなってますので、ごくごく微量な物質から過去の気候変動、環境変動を探ることができるんですね。なるほど、はい、さて日本で初めての氷河の発見によって今後さまざまな研究が進むということも期待されていますが、実は今立山連峰をめぐって世界的な注目を集めている研究があるんです。立山連峰で見つかった氷河、実態の調査を進める中でさまざまな事実が明らかになってきました。これですね、この、まあ、茶色いやつ、植物なので。さらに雪の表面にもこの辺ですね、ちょっと色が違いますよね。その正体は雪氷藻類と呼ばれる植物性の微生物です。氷や雪の表面に生息、氷河で大量に繁殖することが分かっています。中でも立山連峰の氷河は生息に適した場所です。世界で確認されている100種類の雪氷藻類のうち実に10種類が見つかっているのです。千葉大学の竹内望教授は雪氷藻類が大気汚染物質を養分とする極めて珍しい微生物だといいます。雪や氷の中っていうのは非常に純水に近いんでほとんど栄養はないんですけども、まあ、わずかに含まれている物質を利用していると。でそれはどこから来たものかっていうと大気を介して供給される物質、それはまあその一つは大気汚染物質、どうもそういう非常に微量なものをうまく集めて自分の繁殖に使ってる。今この雪氷藻類が世界的な気候変動の謎を解き明かす鍵として注目されています。舞台となっているのは20年前から氷河の減少が続く氷の大地、グリーンランドです。グリーンランドを衛星から解析した画像です。白い部分は全て氷河です。今年7月8日赤くなった部分は氷河の表面が溶け出していることを示しています。この日からグリーンランドは異常気象によって気温が上昇しました。そして4日後
陸地のほとんどが赤く染まっています。その後気温は戻りましたが、氷河はさらに溶け続けたのです。2週間後、千葉大学の竹内さんをはじめとする日本の調査団が現地に入りました。その時の映像です。氷河の表面を黒い穴が覆い尽くしています。ところどころに赤く染まった雪も見られました。その正体こそ雪氷藻類だったのです。雪氷藻類はかつてないほど大量に繁殖、気温が下がった後も氷河が溶ける原因になったと考えられています。色が変わるってことは、その分太陽の光を吸収して熱に変えてしまう。つまり色を変えることによって雪や氷の融解を促進してしまうと、早めてしまうという、そういう効果があるわけです。しかし雪氷藻類が勢いを増して繁殖するメカニズムは未だ分かっていません。そこで今研究者たちが注目しているのが、多くの雪氷藻類が生息する立山連峰の氷河です。どのような環境が大繁殖を引き起こすのか、世界の氷河と比べ人里に近く標高も低い立山連峰の氷河は、頻繁に訪れて観測することが可能な場所でもあるのです。立山ってのはやっぱりものすごい特殊で、まあ、毎年必ず赤雪という微生物の大発生が起こるところ、立山のことをしっかり理解するっていうのは、地球全体の氷河の理解にもつながるし、でこれから地球温暖化で氷河、世界各地の氷河はどうなるのかっていう、やっぱり基礎的なところは、まず立山のことをきっちり理解するっていうことは、当然そういうことにつながっていくと私は考えています。雪氷藻類という、なんかちょっと汚れた砂のようにしか見えないんですけれども、はいはい、これが今非常に注目されて、はい、この先どんな可能性があるというふうにお考えですか。雪氷藻類のその氷河学的あるいは気候学的な研究っていうのは、この日本の研究者のオリジナリティなんです、はい、日本初の、まあ面白い研究なんですね。なるほど。でこれ氷河が今地球温暖化でどんどん小さくなっていきますね、しかしこの雪氷藻類はそれをもっと早めるんじゃないかと。ですから予想以上に氷河が小さくなって、その結果地球の海面が上昇するというようなことが起こりうる。ですから温暖化の今までのスピードで氷河がこう溶けていくスピードとは、こうちょっと説明がつかないところを埋めてくれる存在かもしれない。その可能性があるわけですね。それが立山から立山発の研究ということで、地球環境問題の理解にですね、大きな貢献になるというふうに思います。それにしても立山というのは非常にやっぱりその身近な、いわばもう結構低いところで行きやすい暖かいところに氷河があるということになれば、いろいろな研究者からもまた注目されて、まさにホットな場所になりそうですけれども、 そのあたりの期待はいかがですか。そうですね、大いにあると、私期待しています。立山発で様々な研究で、が行われてですね、過去の地球の理解、それをもとにした将来への、まあ、より正しい考えというのが、立山からこうスタートする可能性十分あると期待しております。それにしてもその何千年のものが埋まっているかわからないワクワク感というのはあるんですが、はい、まあ、考古学の化石ですとちょっと物が変わっているのが、その現物が入っているという、はい、これにも本当にドキドキさせられますね。氷の中の空気、もしかしたら卑弥呼が吸ったかもしれない同じ空気が氷の中に閉じ込められている、まあ、そんなように考えるとワクワクしてきますよね。そんな思いでまたこれからここが注目を集めて、そして世界にね、その研究が広がっていくといいかなというふうに思いますけれどもね。これに期待したいと思いますね。どうもありがとうございました。